リクソン、髪。ダメですよ。きちんと乾かさないと。座って待っててください。じっとしててくださいね。ちゃんと肌から乾かさないと。母親は風邪で会えなくなるのを心配したりしません。ほら、下向いてください。はい、終わりました。髪はちゃんと乾かしてくださいね。そんなに早くしたかったんですか？お互い様です。だって今日を指定したのは私ですよ。最初に言った通り、部屋に行きたいって。